はい、夜釣りで使われる、グロータイプの発光するタイプの、針ですね。イサギは、まあ、光るものに反応すると言われますので、この夜釣り用インブライト、マダイ、そしてこのナイトレンジャーですね、こういった針を使っている方が多いと思います。で、針を、光らせて、それに刺し餌を刺して、刺し餌を目立たせるぐらい海中の中で目立たせるっていうためにもこういった針を使っている方が多いんですけども、こちらに、今並べている、夜光玉ソフトという、こちらも光るタイプの、ソフト、クッションですね。こういったものを、針の上ですね、この結んだ針の上側に来るように糸に通しておいて使うと、刺し餌とまた離れて光るので、光に反応して寄ってくるイサギなんかは非常に、効果あるというふうに、言われています。これをつけて、結構数が釣れたとか、他の人釣れてないのに、上がってきたとか、そういった声も結構聞きますんで、こういったものもありますんで、一度、クイが渋い時、なかなか釣れない時はこういうのも、針の上に一個通してみるのはどうでしょう。